ティーダのチッポすごすぎだろ。はい、どうも皆さんこんにちは、カシーチャンネルでございます。今ティーダのチッポ気持ちよすぎだろっていうね、ネットミームの人気がえげつないですよね。 YouTube とかニコニコ動画で派生のマッド動画が大量に作られていて、至るところで見かけますよね。個人的にね、一番好きなのはひろゆきさんの堀江さんのチッポ気持ちよすぎだろっていうね、マッド動画ですね。現在削除されてるみたいなんですが、ニコニコ動画で見つけて深夜にめちゃめちゃ爆笑してました。僕のチャンネルでもこのね、ネタについて解説するっていう動画アップロードしたんですが、かなりね、評判が良かったみたいなんで、今回は続編動画ということで、オトワッカのティーダのチッポ気持ちよすぎだろが世間に与えた影響がすごすぎるということについて、ざっくりではありますが解説紹介していこうかなと思います。では行こう。現在ネットでめちゃめちゃ話題になっているティーダのチッポ気持ちよすぎだろは、2022年の5月7日にアップロードされた合作オトワッカというね、オトマット動画のワンシーンで、魔法少女マドカマギカオープニングのコネクトに合わせて、ワッカという FF10 のキャラクターが、ティーダのチンポ気持ちよすぎだろと歌ってるネタ動画となっています。ただね、ティーダのチッポ気持ちよすぎだろってね、連呼してるだけなんですが、マッド動画としてのクオリティがすごすぎる上に、リズム感も最高に気持ちよすぎるため、現在その元ネタ動画は投稿からわずか1ヶ月で250万回も再生されており、ニコニコ動画の総合ランキングトップをね、ずっと独占状態になっています。そんなとてつもない再生回数をニコニコで叩き出し、現在ね、様々な SNS で大バズりしているティーダのチッポ気持ちよすぎだろですが、今回はこのティーダのチッポが世に与えた影響がすごすぎるので、いくつか紹介していこうかなと思います。その1、 FF10 の売り上げが急上昇。ファイナルファンタジー10は今回バズったマッド動画の主役であるティーダとワッカが登場する作品であるため、今回のブームをきっかけに原作の FF10 に興味を持った方も多かったみたいで、Steamのね、売り上げランキングではベスト10に入るほどダウンロードされています。コメントでもね、オトワッカがきっかけで FF10 を始めたという書き込みも多く寄せられています。オトマッドの宣伝効果絶大なの草。ちなみにね、現在一部ではこのマッドの影響力があまりにもね、すごすぎるため、電通が FF10 の広告としてティーダのチッポ動画をバズらせたとかいうね、わけわからないネタ陰謀論も話題になっています。でもね、20年近く前に発売されたソフトが小学生が考えたレベルの下品すぎるね、ネタ動画のおかげで売り上げ急上昇ってめちゃくちゃカオスすぎますよね。日本最高です。その2、コネクト作曲者さんがこのネタを認知する。現在バズっているティーダのチッポ気持ちよすぎだろは、魔法少女マドカマギカというね、アニメのオープニング曲コネクトのね、リズムに合わせて作られたオトマッド動画なんですが、コネクトの作詞作曲を担当した渡辺翔さんもこのネタをね、認知していたようで、とね、ネットで話題になりました。あとね、このマッドがきっかけで窓巻きのアニメを視聴したというね、方も結構多いみたいです。20年前のゲームの売り上げを急上昇させて10年前のアニソンがバズるって、ティーダのチッポの影響力マジですごいですね。その3、ニコニコ運営の栗田さんがネタにされる。ドワンゴの代表者である栗田重隆さんがゆっくり茶番劇の商標登録の対応を記者会見で発表した際に、チャット欄にて、栗田の回答気持ちよすぎだろというね、コメントが流れます。これを見た栗田さんは吹き出しそうになってしまい、その結果ツイッターのサジェストに栗田の回答気持ちよすぎだろと表示され、ネットのおもちゃになりました。最近ね、ネットでは謎の栗田さんブームが来てるんで、また機会があればね、栗田重隆さんのネットミームとか武勇伝を紹介する動画もいつかね、作ろうかなと考えています。その4、様々な派生動画やオトマッドが作られる。現在 YouTube やニコニコ動画ではこのティーダのチ関連のネタ動画が大量に投稿されており大ブームになっています。ニコニコ動画では合作オトワッカが総合ランキング1位を独占し続けるといった地獄のような光景が続き、現在では250万回以上も再生されています。バズり方がマジでえげつないですよね。その他にも派生で生まれたオトマッド動画も再生回数数十万回を叩き出しており、現在ね、とてつもないブームを引き起こしています。ちなみに YouTube では僕のオトマッド動画も作られていて、
めっちゃ笑いました。ネットミーム紹介してたら自分がネットミーム素材になっての草ですね。では最後に5つ目、ニコニコ動画ブームの到来。現在合作オトワッカーの動画はニコニコ動画でね250万回以上も再生されています。この動画は投稿されてからまだね1ヶ月も経っておらず、10万回再生されればすごいとね言われているニコニコ動画で、投稿からわずか1ヶ月以内で250万回以上も再生され、総合ランキング常にね上位に君臨し続けているオトワッカー、マジですごすぎますよね。あれですよね、前世紀の幕末志士さんぐらい勢いありますよね。まあ、このオトワッカーがバズったおかげで現在ニコニコ動画全体の再生回数も伸びていて、また再びニコニコ動画を見出すようになったユーザーも増えていきました。僕もねここ数年はあんまりニコニコ動画見れてなかったんですが、ティーダのチッポのおかげでねまたニコニコ動画にハマってます。やっぱりどうしてもねゲーム実況者さんとか歌い手さんがニコニコを抜けて YouTube とか別のプラットフォームに移動したせいで、まあ、衰退していったニコニコ動画なんですが、未だにねネタ動画とかマッド動画のクオリティで言うと本当に一級品で、 YouTube とか他のサイトには出せない味が最高にたまらないですよね。そしてなんとね再生回数の面だけではなく収益面でもこのねティーダのチッポは大きな影響を与えており、ニコニコ収益化のクリエイター推奨プログラムの利用者が現在爆増しているそうです。これはね、まあ、ティーダのチンポだけの影響ではないんですが、ここ数ヶ月でニコニコとかドワンゴっていう単語を SNS でめちゃめちゃ見かけるようになってますよね。ゆっくり茶番劇の商標登録をドワンゴさんが対処してくださったり、爆破予告つながりでニコニコ本社の爆破ネタが話題になったり、栗田さんがネットのおもちゃになっていたり、様々なコンボが綺麗につながって現在ニコニコ動画の勢いは凄まじく、そしてさらにねティーダのチンポの動画がえげつないほどバズったおかげで、ニコニコ動画は現在多くの視聴者そしてね動画投稿者を獲得し、空前のニコニコ動画ブームが訪れています。まあ、このようにね改めて今回のオトワッカのティーダのチンポ気持ちよすぎだろがね世間に与えた影響について振り返ってみたんですが、20年前に発売された FF10 の売り上げを急上昇させ、10年前のアニメの窓マギオープニング曲を流行らせ、パロディのオトマッド動画が大量に作られて、電通が広告のためにマッドを流行らせたとかいう陰謀論が囁かれ、栗田さんが風評被害を受け、ニコニコ動画のユーザー数を急激に増やしたって、改めて考えると、ティーダのチンポの影響力、マジでえげつないですよね。はい、ということで今回は現在ネットで話題になっているオトマッド動画ティーダのチッポ気持ちよすぎだろが世間に与えた影響についてざっくりでありますが解説紹介してきました。まあ、このように当チャンネルではネットで話題になっている人物やネットミームについて解説紹介するチャンネル、カッシーチャンネルでございます。あとねこのオトワッカのミームについてもっとね詳しく知りたいよという方は、ティーダのチッポ気持ちよすぎだろが流行るまでの経緯について解説している動画もアップロードしてるんで、この動画のね概要欄から飛んでいってぜひ一度ね視聴してみてはいかがでしょうか。最後までご清聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方はぜひともねチャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。